国際協力の日の10月6日金曜日朝6時12分の日本海は、そよ風程度というよりはしっかり面に右前から温潮が吹いてくるので、カメラのマイク分程度を出ます。海にはかなり落ち着いたというか、まあそれでもかなりアウトからややダンパー気味の波が一瞬綺麗な面を作ってバレますね。手を外すとこんな感じ。おお。こちら今ほぼ無風で、結構沖からブレイクしますが、ほぼダンパーですね。面はないです。あ、これはどうかな。これはなんかいけたな今。今なんかあそこでテイクオフしたらロングライドできましたね。お、かなり奥から。あー、右側でも待てば、あー、いけそうですね。グーフィー最後はダンパーになりますけど、あー、いいですね。これもロングライドできましたね。おお、最後巻かれたら大変だ。水平線上の朝焼けがとても綺麗です。気温はちょうど20度ぐらいです。今風は止みました。強めの温床が吹いてたんですけど、今無風です。海も今はとても穏やかになってますね。セット感も長くなりつつあります。今日終日どうですかね。あ、アオサギくんがいる。干潟はこんな感じです。セキレイもいますね。